はい、こんにちは。ダンシュ堂でございます。本日はですね、ちょっとしたですね、トーク動画をね、出していこうと思うんですけれども、実はですね、先日ね、ライブ配信をやった際にですね、視聴者さんからですね、いいね、お言葉ね、いただきましたんでね、まあそういったところをですね、ぜひね、皆さんと共有していければなと思いましてね、動画の方、今ね、カメラ回しているんですけれどもね、まあその前にですね、そのライブ配信の中で、まあね、まあ実は今日でね、666日なんですよ、男子私ね。なんで悪魔のナンバー666ということでですね、早くもね、こんな形で皆様のおかげでですね、男子を継続ね、させていただいているんですけれどもね、その前日のですね、ライブ配信でね、今日ね、665日ですと。で、明日ということで今日なんですけども、年間通してですね、結構大きなね、飲み会があるんですけれども、まあそういった時にですね、まあ男子666日ということでね、悪魔のナンバーということでね、なんだかなみたいなところでですね、まあライブ配信でですね、お話ししたんですよね。あとはね、ツイッターなんかでも結構そのようなことをね、つぶやかしていただいたんですけれども、その中でですね、こちらのですね、ブルーネスホルさんっていうですね、いつもね、お越しいただいてるですね、視聴者さんいらっしゃるんですけれども、この何日目ですって、実は数字が少ない人の方がすごいんですよね。私は3週間目から4週間目がきつかったです、というですね、お言葉をですね、いただいたんですよね。これね、私の中でね、もう名言ですね。本当その通りだなと思いましてね。本当にこれはぜひね、男子でですね、本当にね、今戦っている男子初期のですね、皆さんにぜひね、伝えたいお言葉なんでね、伝えさせていただきますけれどもね。まあ私もですね、今ね、本日で666日ってことでね、まあ、公開しておりますけれどもね、666日がですね、まあすごいですねと、結構ね、皆さんに言われるんですよね。もっとね、1000日とか2000日とかね、3000日、ね、10年、ね、20年なんて方もね、いらっしゃると思うんですけれども、実はですね、その長期にわたった断酒は、もちろん素晴らしいし、まあ本当すごいことだと思うんですけれども、それ以上にすごいことっていうのが、やっぱりね、断酒1日これですよ。この断酒1日がまずできたかできないか、ね、この断酒1日ができた、これがですね、私の中ではですね、本当にすごいことなのかなと、まあ私の断酒666日よりもね、価値があるのかなと、そう思いましたね。このね、ブルーネスホルさんのね、ご意見いただきましてね。なんでブルーネスホルスさんは3週間目から4週間目がね、相当ね、きつかったみたいですけど、私なんかは本当にやっぱ1週間ですかね、もう断酒その日の1日から1週間ですねにかけてですね、猛烈にですね、この酒飲みたいっていう飲酒欲とね、あとは不眠ですね、もう眠れないと酒飲まないとね、まあそういったものとね、戦ってきましたけれどもね、そう思い返すと今なんかね、もう何でもないですからね、飲まないことがね、当たり前になっちゃってますので、本当にそうなんですよ。これがですね、本当に今ね、まあ仮に1000日になったところでですね、そんなに今になっちゃうと変わんないのかなというような、なんか実感はしますんでね、やっぱりね、すごいのは、この断酒初期の最初の1日、そしてね、2週間、そして1ヶ月、まあそういったことでね、乗り越えられた方が本当に素晴らしいのかなと。ね。で、こういったですね、本当にその日のね、酒を乗り切ることができる方がですね、この私のですね、動画を見て、一人でもですね、多くの方がですね、その日の酒をね、クリアすることができましたよってね、ことがですね、本当にコメントいただけることが、もう私のね、この動画を上げていての最大のモチベーションになっておりますんでね。まあそんなことでですね、これからね、特に断酒初期の方ですね、またね、軌道に乗った方もね、まあ、いつね、これ飲酒欲求が襲ってくるかね、まあ、今私もですね、どうなるか本当に保証は全くありませんので、まあお互いにですね、頑張ってね、断酒できるようにですね、まあモチベーションを高め合ってね、いければなと思いましてね、本日はまあそのようなですね、動画でございました。結構ね、本当にこれ私の中ですごくいい言葉だったものですからね、改めてね、皆様とね、動画共有ということでね、していきたいと思いました。
ということでですね、また動画の方を上げていきたいと思います。また私にですね、ご質問等ございましたら何でも結構でございます。お気軽にコメントいただけましたらね、一生懸命回答したいと思いますのでよろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。